4回転の Z から動かしていきます。この首をかしげた動きを作っていきます。まずは顔の回転を選択した状態で、パラメータパレットの顔の角度 Z というものをクリックします。左右に首をかしげる動きを作りたいので、今回は3点挿入でポイントをつきます。そして OK を押します。まずパラメータの値を30まで持ってきます。顔の回転デフォーマーのこちらのハンドル、白い方の点の方がハンドルなんですけども、こちらをクリップでつかみ、左へ傾けていきます。傾けると角度が表示されますので、いい角度が決まったらそのまま離します。だいたい15度でちょっと作ってみます。これで左へ首を傾ける動きができました。反対の動きも作りたいので、今度はマイナス30にパラメーターをパラメーターの色を持ってきます。そして今度は逆方向に首を傾けます。先ほどはハンドルで傾けて直接動きをしていたんですが、こちらに角度というのがありまして、こちらをクリックして直接入力することで、このように一発で入力した角度へ回転でフォーマーを傾けることができます。これで顔の傾き、顔角度 Z の動きがつきました。顔の角度 Z ですが、これは首も一緒に動くので、今度は首に移ります。次は首の曲面を選択します。顔を傾けた際、頭だけでなく、首も少し頭と同じ方へ曲がる動きを作りたいので、デフォーマーを選択した状態で角度 Z をクリックします。そして同じポイントに点を打ちます。曲面デフォーマーは編集点やハンドルを動かすことでオブジェクトを変更させることができます。最初に30パラメータを30に持っていって、頭が左に傾いた際の首の形をつけていきます。あまりやりすぎても不自然な動きになってしまうので、気をつけて動きをつけます。このような動きですね。片側ができたら、もう片側も同じように側面でフォーマーを動かして、指の動きをつけます。角度 Z の動きが完成しました。